初めてじゃないんで堅苦しい挨拶はしまへん。あのな、約束通りな、これからな、ユーロさんがな、オプスの前日談のスチームで無料で出てる方のな、ゲームを今から実況しますさかい、みんな見ておくんなあれや。その後な、有料の方の本編のオプスやるらしいさかいな、私もな、それやったことないさかい、ユーロさんの動画見て勉強しようかなと思ってますんや。じゃあみんなもな、ユーロさんの動画見なあかんで。じゃあまたいつかお会いしましょうね。見ておくんな、あれや。丸竹ビスにおしおい。あ、どうも姉さん。じゃあまた雰囲気ゲームいいのがあったら教えてください。さよなら。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。はい、この作品はですね、はい、今登場した荒井川雪乃姉さんが教えてくれた、ゲームでですね、まあ、姉さん自身もプレイしていないということなんですが、自分のプレイの動画を見るっていうことを、まあ、言ってくれてたんで、はい、やっていきたいと思いますというね、はい、茶番はいいとして、でこの魂の架け橋というオプス魂の架け橋かなっていうゲームは、あの本編があって、これあの前日談なんですよね。で、あのこれが無料で配信されて最近で本編につながる、まあ、重要なこう橋渡し的な物語らしいんで、そちらを先にやって、で本編も動画撮ろうかなと思ってるんで、はい、ダブルでお楽しみいただければと思います。で、回想するシーンから始まるのかな。はい、じゃあ回想していきましょう。これも多分意味深なんでしょうね、この画面も。その本編プレイして人からすれば、時期的に本編が先に出て、これ最近出たんですよね、無料で前日談ということで。なんで本編をやった人がこれをやってる人が圧倒的に多いと思うんで、自分のようにね、前日談からやってる人って多分いないと思うんで。フェイ、降りなさい。いつまでもおてんばするんじゃない、長老の書庫だぞ。長老がこの部屋の本好きにしていいって言ったもん。あ、ヨハンっていうのが主人公らしいんで、これヨハンかな、幼き日のヨハンかな。よいよい、フェイは我々教会の子だ。フェイ、あ、違うんだ、フェイさんなんだ。どうして皆彼女に甘いのですか。あ、これ女の子か。あ、じゃあヨハンじゃないですね。フェイっていう女の子ですね。なるほど。成人おめでとう、フェイ。お前は今日から巫女だ。降臨かな？降臨とした大地に祝福を。天に止まる幸福を。さあ、立ちなさい。天の地球よ、私は皆に育てていただけて幸せです。礼を言う必要などない。お前は永遠に我々の子だ。だが覚えておきなさい。もう本棚に登らないこと。我々を導けるものになるのだからな。巫女が自分たちを導く。なるほど。フェイ、急いで早く隠れなさい。ちょっと私はまだ準備が。心を強く持て、巫女、約束しよう。急いでポットを閉めろ、早く巫女を隠すんだ。へえ。待って、お願い。望まれなくして巫女になるって感じなのかな。フェイ、約束しよう。この世界はすでに絶望に包まれている。ポストアポカリプス的な話なのかな。だがお前が目覚めるまでに、お前のために素晴らしき世界を実現しよう。眠りなさい、第46代巫女、我々の希望であるリンフェイよ。お、予備電力消失。
酸素を供給停止、危機管理プロセスへ移行、コールドスリープ装置解除、カウントダウン開始、10、9、8、4、3、2、1、ロケットを打ち上げる感じなのかな。コールドスリープ開始。長老、ゴホ、誰か急いでポッド開けてくれないと、息が苦しい。装置が電池切れなのかしら。とにかくここから出ないと、手動解除の方法があるはず。これかな。普通にマウス操作できるんだ。これで開けられるかしら。アニメーションが細かいですね。ちゃんとしてるな。寒っ。教会の地下室はいつから冷凍庫になっちゃったわけ？誰かいる。ああ、これで歩くのか。なるほど。これ送電ケーブルってことは電源につながっているはずね。電源につながっているはず。ここは開かないっぽいな。もうどうして開かないのよ。また電力不足。電力を通さないといけないっていうことだから、多分ここの送電のどっかをいじくったらいけそうだな。ここの配線をちゃんと直すとか、そういうレベルかな。多分そうだよね。この感じでいくと床下に補助電源があると思うんだけど、これを起動させる方法が。なるほど。はいはいはい。で床下に移動すると。フェイさん、なんかミコさんってなんかこう機械に疎いというか、なんかそんな感じするけど、祭り事とかをやってるからすごい、なんか機械いじりもできるのかな。ちょっと設定もおいおい調べて勉強しないといけないな。宇宙層ってなんかね、話が非現実なのかなっていう感じなんで。はい、ここかな。補助電源でここをオンにするのか。これをオンにして、こっちにあるのかな。ああなるほど。でこうか。簡単な、なんかゲームというよりもアニメを見ている感覚。多分そんなに難しくないんでしょうね。って言っていきなり即死ゲーになったらどうしよう。めっちゃアクション性のある。お、作動した。で、ここが開くのかな。うわ、めっちゃちゃんとしてる。楽しいな。ワクワクしてきた。どんな話なんだろう。電力回復プロセスコード098。こういう世界観好きだわ。映像投影中。いや、 やっぱりアドベンチャーゲームいいですね。このなんかクオリティの高いアドベンチャーゲームはやってて気持ちがいい。フェイ目覚めたのか。ホログラムなんだ。お母さんかな。あ、長老。すまないフェイ、多くを語る時間はない。我々はお前を素晴らしい世界へ連れて行けなかった。もし目覚めた先が降臨とした世界でも我らを導くのだ。いつの日か我らの魂を銀河へ返してくれ。ちょっと待って、導くって？ミコはその魂を導く役割を果たすってことか。まあこれも本編やってたら多分わかるんだろうな、この世界観とか。
まあとりあえず行くしかないよね。うわー、なんか寒そう。外は寒そう。どうなってるの？教会はなんでこんな姿に？導くってどういう意味よ？導くとはどういう意味なのか、それは誰にもわからない。落ち着きなさいフェイ、誰もお前を見捨てないよいきなり声を変える。安心して冬眠につきなさい。泣くな、お前が目覚めたらすぐに迎えに行くから。いやいや、ホログラフだったじゃないかっていう感じだけど、ホログラムか。全然迎えに来てくれてないじゃん。長老、みんな約束したのに一緒に私を。読めなかった。これ英語とかに多分スピードとか合わせてあるんで、この読んでる速度とかが。泣くな、教会は大丈夫だ。外のやつらを説得するのは簡単だ。何、すぐに追い払うことができるさ。巫女よ、安心して待ちなさい。すごい思い出してるんだね、長老の言葉を。かわいそう、こんな吹雪の中どうして坂地に来てくれないのかわいそう、フェイちゃん。どうして、どうして誰もいないのよ。お、もう早くなって。あ、マウス操作が効かない。お願い、お願いよ。素晴らしい世界って違うでしょ。みんな嘘つきだね。迎えに来てくれるって約束したでしょ。うわー、かわいそう。天の地球よ、お願い、私を一人にしないで。めちゃくちゃかわいそう。ロケット・オブ・ウィスパーズ・プロローグ。ディープロードバイシゴーノン。ディレクター、ブライアン・リー。ライター、さ、え、終わったってことあ、短編だからな、ここで終わりなんだびっくりした今。なんかスタッフロール的なもの出てくるなと思ったら、これエンディングか。もう終わったんだ。あー、前日談ってこんな感じなんですね。ということはどうなんだろう、誰かがフェイさんを助けるところから始まるのかな、それともまた別のその頃ここではみたいな始まり方なのかな。ちょっとわからないけど、はい。で、本編進む自動転移ができるみたいですね。へー、あ、で、これで、そうか、オプスの、ページに飛ぶようになってるんだ。あ、なるほど、なるほど。今ね、オプスの本、スチームページに飛びました、ここクリックしたら。はい。で、これで終わりかな？メインメニューへ。あ、終わりですね。最初に戻りましたね。はい。というわけで、はい、前日談なんで、はい、これで終わりになりましたね。はい、こっから、じゃあ、もう、魂の架け橋本編も買ってあるんで、じゃあ次回、本編ね、やっていきたいと思います。いいですね、なんか、世界観が。で、今やってるアドベンチャー・オブ・ダウンフェイもそうだけど、ちゃんとした日本語っていうのがいいですよね。うん、それ大事だわ、やっぱり。はい。というわけでね、日本語化されていないゲームも
ボタン操作で日本語訳、簡易日本語訳する方法を次回の初めてのスチームで話しますのでご期待くださいという宣伝も入れながら、はい、じゃあ、次回本編やっていきたいと思いますので期待していてください。どうなるんだろうな、フェイさん、めっちゃ気になるわ。はい、ユーロでした。雪の姉さん見てるー。